噂にたがわぬ楽しさの夏休み。でも噂以上に宿題がめんどくさいのが夏休みでもあるのです。口を動かす前に手を動かせ、手を動かす前に脳みそを動かすんだぞ。なんで毎日のようにクリスさんが私たちの部屋に来てるのだろう。とんだ寂しがり屋です。宿題を見るにかこつけて遊びに来ているだけなのです。